めて出島のチアリみーちゃんさんみどもんデュエルマスター。はい、ということで本日は流用心バキテラスまとめてみたということでですね、ついに来ました、いやアビスエボリューション第4弾12月パックですね。はい、12月16日に竜王神バクテラスと、はい、すごい名前ですね。すごいすごい、これパックの名前です。パックの名前、そうカード名じゃないよこれ、ね、そう竜王神バクテラスというね、はい、パックが出るんですけれども、はい、この動画ではそのバクテラス情報をまずまとめます。はい、おここまでの情報が悪分かり、はい、その後に新カードも出ます。おおなのでぜひ最後までねご覧ください、はい、というわけで早速カードの情報いってみましょう。いくぞ、やはい、ということで、まあ、まずはね、竜王神バクテラスと、はい、いうことで、うん、バック名になっている竜王神が出てくるんですよ。おその名もこちらです。やてん竜王神ボルシャックバクテラス。すごい名前だ。いやすごいね。そうなんですよ、複数人でこう生活してこう恋愛とかをする、あそういう感じですね。そのテラス、こいつね、あのボルシャックの話覚えてますか？はいはいはい、1年間かけてやった、1年半かけてやったんですけど、はいはい、太陽を取り込むって話あったんですか？はいはい、ありましたね。そうギュッてね、そうそのテラスじゃない、テラステラスなんですよ。ああ照らしてんの、もう爆発的に照らしてんの、はいはいはい、だからバクテラス、ルギークラス。なるほど、あなるほど、おしゃれなカフェとかでもなくなく、もう爆発的に、おしゃれさと無縁の男、はい、無縁の男です。え、おしゃれでもあるよ、かっこいいじゃない。でもでもこれ海外の本気、超マジモードの、まあ、もうボルシャックの最終形態って過言ではないというね、う竜王神も神にまで、うわ神に近い人になっているというね、とんでもないカードの、かさつくカードの今回見ていきたいんですけど、はいはいはい、まず10マナっす。すごい、いやでかいよ、でかいっす、ね、光火の10マナ、アーマーとの竜王神バクテ、ボルシャックバクテラですね、うん、でクリーチャーなんですけど、革命チェンジ持ってます。あ革命チェンジコスト7以上の名前にボルシャックたるレインボークリーチャー、うわー超でかい、そうちょっとそうだね、そうそうそう、結構条件すごい厳しそうじゃない、うんうんうん、まあ、っていうのもまあまああなたでいいんですけども、まあ、結構要はその分縛りが強いんですけど、効果めちゃくちゃすごいです。なるほど、トリプルブレイカーで、このクリーチャーが出た時自分の山札の上から4枚を見て、その中から竜王神ボルシャックバクテラスではないアーマード好きな数出す、お残りを好きな順番に山の下に置くと、おお、これ出たら4枚見て、そっからアーマードがドンって全部出る。えって書いてある。ほんとだ。だからもうバスターとかの日じゃないよ。すごいね。ロバとかじゃないもん。しかも別にコストの制限とかないわけです。確かに。アーマードだったら何でも出る。何でもいいんだ。クライシスネックスだって出る。やばっていうめちゃめちゃやばい能力、うん。さらにそれだけじゃないです。自分の他のクリーチャーに、全てにブロッカーとスピードアタック与える。なるほど。だから4枚バンって出てきたやつが全部スピードアタック。やばい。はあ、なるほど。とんでもないでしょ。で、ブロッカーもついてる。で、ブロッカーってなんでかっていうと、各ターンの割に自分の他のクリーチャー全てアンタップする。これはダメじゃん。なんかさ、うん、普通にそのレンドラ系のデッキ使ってもらそうだよね。そうなんですよ。うん、そう、まずこれ、まあ、革命チェンジあるんですけど、まず10マナのドラゴンとしてもスペック最高峰です。そうだね。単純に、まあ、チアリが言ったように、まあ、レンドラ系、いわゆる山札の上からドラゴン踏み倒す。まあ、例えば、竜世界。うん、竜世界とかでボンって出てきてもめちゃくちゃ強いです。あ、なるほど。とんでもないカード。本当にもうボルシャックを出せば勝ちっす、もう。そうだよ、まあ、言ってしまえば出せば勝ちだ。そうだね。で例えば、まあ、ホーリーというかスパーク踏んでもキュッと起き上がって守ってくれる。なるほどね、すごい、いやこいつすごい、とんでもないよ、すごい、バルガドライバーとかでもいいんだもん、もう何でもいい、何でもいい、やばいっすもんね、あれもやばいっす、こいつすごいねっていう、もう超最強のボルシャックが今回オーバーレア、あ、まあ、もう目玉ですね。だから太陽神バクテラスバックメンなんだから、これだから手がこうね、そう、うん、こうなってるんだ、爪だね、爪がすごい、爪もなんか手が大きいのってやっぱちょっとボルシャックに回帰してる感じ、そうあるよね、めちゃくちゃかっこよくないですか、かっこいい、ちょっと本当に神っぽい感じのさ、はいはい、荘厳な感じもあり、うん、これね、中心太陽とか思わせる輝きもあったりして、うん、はい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 、めちゃめちゃかっこいいですけども、ネイルモリモリで、はい、ネイルモリなんですよ、すっごいのちゃってね、でしかしですよ、はいはい、でまあ厳しいよねって話なんですか、ちょっとそうだよ、うん、もちろん何もないわけないじゃないですか、ない点が、そうそうそう、そんなわけない、これを簡単に出しやすい方ももちろんたくさん入ってます。おでもしかもそもそも実は難しそうにそんな難しくないんですよ、うん、あの輝くかけでボルシャックフレアとか覚えてますか、はいはい、の9月のパックの、うんうん、まあ、破格名とかに入ったやつあったですか、スーパーレね、ああいう感じで革命人事から結構簡単にいけちゃうんですよ、うん、しまあ、このセットにね、他の手段もたくさんありますから、なるほど、ぜひこちらで、ね、注目してもらえればと思いま す、はい、はい、ということで、はい、今の1枚目のオーバーレアなんですけど、うん、2枚目、はい、オーバーレアあります、うん、こちらでございます、じゃじゃん、富豪ゴルギーニエンゲルス、おー、ということで、
竜王神バクテラスだね。ボルシャックだけじゃないです。もう一つの目玉がありまして、それがこのカードに詰まってます。かっこいいね。かっこいいんですよ。すごい。このカードも見ていきましょうか。はい、光闇の7マナス。はい、まずメカですね。メカ。でメカの7マナス。メカエンジェルコマンド。エンジェルコマンドだ。そう。今まではメカデルディネロとかメカデルステラ、うん、まあ、メカデルソルだったんですけど、うん、メカエンジェルコマンドすごいなってるんですよ。あ、これちょっと重要な一文じゃないですか。そうそうそう、うん、だからこのメカデルディネロだったのがもうエンジェルコマンドの域まで達したというかね。ありゃー、そういう感じ、見た目もねそんな感じになってますけど、メカエンジェルコマンドなんですよ、はい、でもちろんねメカのサポートもあります、はいはい、だメカデッキは基本的にはもう普通にガンが使えるし、うん、エンジェルコマンドのところはうまく使えそうですね。だって最近 ね、 そうですね、めちゃくちゃ強いチャージャーで出ましたよ。そうですね、出ましたね、エンジェルコマンド、エルフェクトが、ね、今やっ最も熱い種族の株になるんですね、うん、そうですよ、はい、ということで能力見ていきましょう。でクリーチャーです。やっぱ11500、もうトリダブルブレがギリギリまでいったで革命チェンジコスト5以上のメカ、ここはだから あの今までの魔法革命 の、うん、あの要は上の、うんうん、あれと変わらないです。でダブルブレイカーで、このターンにシールドが離れていなければこのクリーチャーは離れない。おお、これは相手でも自分でもです、はい、あ、じゃあ、まあ、例えばこれが革命チェンジしてあのこうなってます。で相手のシールドブレイクしたら、まあ、離れるようになります、うん、ただブレイクするまで離れないんで、クリーチャーとかに殴った場合はガッてなっても別にやられない。あ、なるほどね。で基本的に相手が除去打ってくるのって当たりますけど、シールドブレイクの前じゃないですか。前だね。ただあのかマナを払ってカード使うために、うん、結構離れないんですよ。なるほどね。一応除去の方法として相手からしたら、例えばシールドブレイクしてからこいつやっつけるみたいなことはできるんですけど、うん、結構めんどくさい、はいはい、そうですね。まあだから それ自分でシールドわざわざ剥がしたりとか、うん、そうそうそう、まあ、かなりトリッキーで無理ですからね、はいはいはい、まあ、かなり実は除去耐性じゃ結構上の方です、これ。しかも離れないの、離れないとかじゃないです。最強っすよ。はい、というね、生かした能力あります。そしてこちら、ファイナルエンド。ファイナルエンド。そう、終局宣言とか言ってファイナルエンドって。あれや。この竜王神バクテラスの目玉なんですよね。パックの目玉ってことですね。なるほど。これは何かというと、ゲーム中に一度だけ使えます。うん。あー。ゲーム中に一度だけ使えるっていう超必殺技。ファイナル革命のもっとファイナル版みたいなこと。うん、その通りです。あー。これマジ1回。そうだ、ファイナルエンドはいろんなやつあのいても、マジ1回です。うん、マジ1回。ボルギニエンゲルスは1回とかじゃない。あ、ファイナルエンド自体がもう1回、あ、こいつのじゃなくて全部完全に1回、完全に1回、もう本当に必殺技だ、本当にそうだ、上がる上がる上がるってことは、ってことはその分強いってことですね、うん、やっぱ見ていきましょう。ファイナルエンド、自分のターンの始めに次の中から4回選んでもよい、4回も同じものを選んでもよい、はい、でファイナルエンドはゲーム中1だけ使える、うん、はい、この2つから4回選ぶ。なるほどね。相手のクリーチャー1体選び破壊する、その後カード1枚、おつえー、おい4体まで破壊できるってことでしょ。そうで、2個目が自分の山の上から1枚目シールド化する、その後カード1枚自分の墓地から手札に戻す、というなんでもありじゃん、なんでもありなんですよ。これを好きな数4回選べるんで、だから破壊を4回、破壊&ドローを4回やってもいいし、うん、2回2回とかでもいいです、3回1回でもいいです、っていう、まあ、超アドバンテージ取れる。しかもどっちの方がもう基本的には2枚分アドバンテージ取ってるわけですね。そうだね、破壊してドロー、こっちはシール増えて回収、やりすぎだよ、8枚分カード得するっていう、やりすぎだよ。しかもこれ出すと盤面も一発で回帰しますから、そうやりすぎだよ。もうこれめちゃくちゃ強いで、ただファイナルエンドって自分のターン始めなんですよ、うん、だ戻ってこないといけないわけですね。なるほどね。そこで役立つのがこの除去耐性。あ、相手からすると除去ないとこのファイナルエンド飛んできて、うん、結構ゲームエンドまで持ってかれるぐらいの差がついちゃうのに除去いにくいっていう、はいはい、かなりとんでもないカードです。ただまあ1回切りだからそういつ使うかをそう選ぶのがテクニックとか。そうなんですよ。いやーいいね。基本的には使える場面になったらバンバン使ってね、はいはい、いいぐらい、うんうん、まあそうだね、まあ、かなり有利な強さだったら、はい、うん、っていう、これがねボーイ君が新たに使う、おらおらかな切り札、メカエンジェルファイナルエンド、ボルギニエンゲルスと、ボルギニエンゲルス、ね、ファイナルエンドはもちろんこのカードだけじゃないんでね。おお、はい、いやー楽しい、今めっちゃテンション高いわ、はい、これ以下の情報にご期待ください。とこれは2枚目のオーバーレアです。はい、はい、ということでよ、まあ、今のがね2枚のオーバーレア、そしてファイナルエンド紹介しました、はい、が、このセットで他にもね、いろんなカードありますので、ね、はい、ちょっとこまごましたカードシリーズいきたいと思います、はい、まずはこちらゲイモシシレオジンロー、限りなく透明に近いこの話と、うん、これこちらね、11月デッキの時生放送で、はいはいはい、ご紹介しました、はいはい、カードでございます、はいはい、今までちょっとね
スペックおさらいしていきましょう。おさらい、水火のクリーチャーですね、うん、でツインパクトカード、うん、でマジックモンスターゲームコマンドと、うん、マジックの、うんうん、マジックの人々また来ましたね、将棋のやつ、またモンスター、将棋のかっこいいやつね、でゲーマシレオジンド、はいはい、でクリーチャー革命チェンジマジック、うん、マジックは何でもいいです、ね、まあこれそうだよね、条件は一緒です、ね、最近強いもんね。でこのクリーチャーが出た時いずれかのプレイヤーの墓地からカードを3枚選び、そのプレイヤーはそれを好きな 順序に山札下に置く、その後こそ最後のアイテムで一つより破壊する。おー、なるほど。ここで墓地対除去を一発でやってみる。いいね、便利だよ。そう、すげえ便利じゃない。それこそまあ細々したあのブロッカーとか非常に嫌じゃないですか。そうそうそう、マジックデッキって、うん、そういうのもね、除去しながら、うん、墓地も対策できる。そう、メタクリとかもやったりできるし、こちらもできる。例えばあの魔道具とかって、うん、あのこれとこれを横両方やったりしたいじゃないですか。本当が一気に、はい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 、とかまあそれこそね、ボンキゴマイムだけ除去りたいみたいなね、そう、とかもいろいろあるんで、それがさらにあの1枚でいろんなことやってくれる、うん、ナイスがございますが、シルッと書かれたメガラストバストもってるんですよ。そう、メガラストバーストは、まあ、魔法革命で、うん、あの登場しました。バトルゾーンから手札、マナ、墓地に、うん、あの離れた時に使えるっていうね、呪文が使えると届けるというね、うん、呪文が見ていきましょう。水の2マナです、はいはい、で限りなく透明に近いコーナーです。マジックソンちゃんとしてくるんですよね。で呪文で自分のクリーチャー1体選ぶ、次の自分のターンの始めまでそのクリーチャーアタックもブロックもされず相手の呪文によって選ばれない。いやーいいね。そう、クリーチャーを守る、うん、っていうか強くする効果なんですけど、これは何かっていうと、まあ、レオジンの、まあ、革命人のレオジンになりました。で次のターンにこれ革命チェンジして革命人とかになりました、はい、でなった時に革命人にこれ使えるわけですね。そうね、メガラストバースなんで、はい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 、だから相手にブロッカーを入れる時とかは1回レオジンの挟むことでこのアタックをブロックをされずモードに革命人できる、ね、なるほど。革命人ってブロックにはどうしても弱いからね。そう、いいね。そう、しかも相手の呪文に選ばれない効果もつくので、まあ、除去耐性だったりとか、まあ、呪文のガードストライク、あのフェアリーライフとかも、はいはいはい、これ止められるっていう、うん、ナイスの一枚。いいね、ナイスだね、はい、ちょっとね、あのマニアックな見た目の話で言うと多色のツインパクトに単色の呪文がついてる。確かに、あ、私ちょっと珍しいかも、うん、はい、それもちょっと面白いですよね、うん、確かに単色のクリーチャーに多色のやつがついてるのって結構あったけど、そう、まあ、メイキングバッグではあるんだけどメインセットで結構珍しい、うん、確かに、はい、というね、はい、まあ、そんな面白な一枚なんですけど、うん、はい、こんな感じであの革命チェンジにもかなりの強化入ってます、はいはい、お、革命チェンジ持ってるツインパクトも初めてなんだよね、実は。あー、そっか、あの、あの、普通だったらね、そうだね、ラフルラブとかありましたけど、ね、ラフルラブとかありましたけどね、うん、初めてなんだよ、そういう意味でも戦略かなり広がるんじゃないでしょうか。うん、あー、楽しみ。はい、続きまして、はい、まだまだね、他にもあるんですよ。はい、こちら覚えてますか、妄想構築力で紹介されました、バクトダバマー、マジックドラゴンですね。マジックドラゴン、このカードは実はあんまり流れに関係なくですね、はい、急にツインパクトを強化してくれる、まあまあ、うん、あのマジックはね、もともとツインパクトにこうね、うん、そうそうそう、マジックアイコレクターとか、うん、いろいろましたからね。あとスクリューハイスクールとか ね、うん、あの系譜の人だと思ってください、うん、でもやってるの結構とんでもない、まあ、とんでもないよね、はい、あ、これ、ね、まず出た時に4枚見て2枚ツインパクトってことで加えられる、うんうんうん、まあ、これも便利なんですけども、次ですね、自分のツインパクトクリーチャー全てメガラストバスター与える。あー、すごい、これね、やってましたね、やってましたね、元気に元気にコンボ決めておりました、はい、っていう感じでかなり夢のある1枚、うん、でこんな感じでいろんな今までの戦略とか、うん、結構あの 変なデッキっていうのあるんですけど、うん、ちょっと変わった使い方できるカードみたいなのもたくさんあります。はいはい、はい、まずやっぱ年末パックなんで、まあ、年末パックそういうの入りがちの法則があるんですよ。そんなこと言うんだ、溢れてしまったアイデアが、はいはいはい、あのやりたかったけどちょっと今はこうこうやってたやつが、いや入れとくか、最後だし、そう、面白激強カードが満載でございます。ぜひ何にもご期待ください。はい、ということで以上が説明してまいりました、うん、竜王神バクテラスアベイステーブルの第4弾発売日12月16日でございます。イエーイ、何がいいですかね、あの確かにこの場で考えておきたいんですよ。何を、イニ色読み方ですね。12月16日、いつ色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 の日、いつ色、いつ色どういうことで、はい、5個の文明みたいな、あー、5個の文明が素晴らしい、いつ色の日、いつ色の日でございます。別に何でも5文明入ってるけど大体、はい、いつ色の日発売でございます。ルーシーバクテラスなんですけれども、なんですけど、先ほど私言いました新カード見せるのね、おお、はい、ということでこちらのボタンがね、ウエさんっておりますが、はい、はい、じゃあ押してもいいですか。はい、私押させていただきます。いくぞ、新カードでございますね。はい、これね、結構皆さんに受け入れられてね。あ、よかったよかったね、本当に。ありがたい、皆さんも進めたいよね。私、未だに戸惑っております、ね。はい、ということで、本日はですね、本日はサイクル持ってきました。サイクル、おお、サイクル。そうなんですよ。で、もうアビスルームショーも早いもんで第4弾なんですよ。うん、で、私、第1弾、
第1弾の時にこの場で何持ってきたか覚えてますか皆様。いろいろ持ってきてたから。いろいろ。もう新刊紹介しすぎてるからね。年間100枚ぐらい紹介してるから分からなくなっちゃうんですよ。1段の時何持ってきたかっていうと、アシスターサイクルを実はこの場でね、ご紹介したんですよ。確かに。やっぱその俺らの始まりとしてはね、やっぱ俺らの始まりにふさしいからじゃないですか。すごかったよね。今回はそのアシスターに、まあ、まつわるというか、ちょっと関係あるかと思ってまいりました。なるほど。というわけで、サイクルご覧に入れましょう。まずはこちら。バンアシステストインコピー。アシステスト、はい、アシストアシスターアシステストテストってこと。最上級アシスターの上かもしれませんよ。アシステストインコピーということで、光のアーマードファイヤーバードです。はい、ちょっとどことなくインコっぽいのもね。あー、そういうことね。わからないけど、インコピーでございます。能力ちょっと見ていきましょうか。光のサンマーのクリーチャー。このクリーチャーが出たとき、自分も他のアーマードがあればカードを1枚引く。あ、便利ですね。おお、便利。で、自分のアーマードを使うコストを1少なくする。ただしコスト0になるんです。え、嘘？そう。え、アマチュア君、さらすが鋭いですね。これ、これね、やったレモン形式なわけです。そういうことだよね。そう。うん、最初の1回と1回だけ使えるじゃないんですよ。うん、そうだよね。何回でも使えるんです。本当だ。しかもちゃんとアシスターコピーと同じように使うコストなんで。はい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 。呪文も下げられる、ちゃんと。なるほどね。両方のいいとこ取りなの。うわ。でさらにウルトラセイバーアーマード持ってる。ウルトラセイバー、ウルトラセイバー、ウルトラセイバーなんだ。しかもそうウルトラセイバーじゃなくて、いやすごいねっていうアシステストインコピー。なんでもありじゃん。そうっていうのがすごくないですか。これすごい。出た時にあのドローできるんで無駄がないっていうか、除去られたりしても、うん、やっぱあの、うん、軽減系で除去にどうしてもちょっと弱いというか、はいはい、まあ、むしろ除去内でやばいみたいなのあるんですけど、除去られても手札が減らない。それこそ、うん、このタイプのやったれマンとか使ったことある人分かると思うけど、うん、やったれマンでやったれマン軽減してとりあえず1万でやったれマン出しとくみたいな、うん、状況ってあるじゃないですか、うん、こいつってだって後から引いて、うん、こうじゃあ1万の軽減してインコピー2万2万で出してワンドローして、うん、じゃあ例えばもう1万インコピー持ってたとしたら、うん、1万で出しながらワンドローして3万の軽減乗ってるってことですよ。そう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 、だいぶ動けるよその後。だいぶ動ける。しかもウルトラセイバーあるんで、うん、例えばねファイナルエンド持ってるような強力なやつとかもこれで残せるっていう、うんうん、なるほどね。もうすごい、一人三役まさに。すごいな。まさにアシステストの一番。アシステストだ。アシストアシスタアシステストですね。じゃあこれ言ってたら、はい、持っていただいて、まあなんとなくじゃ分かったと思うんですけど、今度いきましょう。アシステストシネラリアー、ということでこれ水でございます。炭酸版じゃないか。あ、鋭いですね。ジャイアントスノーフィアリーのあのアシスターサイネリアって言ったと思うんですけど、はい、ジャイアンツのフェアリー、はい、炭酸先にこっち見ろよ先にこっち炭酸マンじゃないか。炭酸マンじゃないよ。口からも炭酸。アシステントシネラリアだよはい、ということで能力で一緒でございます、はいはい、ジャイアント版、はい、ってことですね。で、水のサンマの店、うんうんうん、はい、いうことじゃん。はい、はい、そして次、はい、アシステストアルネット。メカデルスラ闇ですね。おー、かっこいい。能力はメカ版、メカ版ってことです。あ、一緒これ。はい、どんどん行きましょうか。はい、アシステスト模擬事変。模擬事変。模擬リングは模擬事変になりました。バンドメンバーと一緒にいますね。いや、ね、ないが起きちゃった。ないない、リングが事変だったね。はい、バンドとバンドも一緒にいます。はい、でこれマジック版でございます。なるほど。はい、じゃあこれ。いやこれもすごいよ。はい。で最後は急に真面目っていう音体。オンタイです。オンタイ。あのどんなラテップじゃなくてオンタイ。なるほど。はい。ちょっと空飛びそうなところが共通してますかね。なるほどね。はい、ベールアビス。で、このアビス版と。はいはい。ということでこちらがね、まあいわゆるアシステストサイクルと。アシステストサイクル。アシステストサイクルと。あー、まあ、なるほどね。言っていいんじゃないでしょうか。でもこれかなり今までのやつにその今までアシスターだけみたいなこともあったんですよ、経験系。はいはいはい。まあアーマーだったらチャラでね、チャラルピアとかで補填もできたりしたんですけども。軽減がまず2枠になるって結構でかくてですね、うん、そうだね、はい、確かに。こうやって軽減して小型をからちゃんと積んでいくみたいな、うん、でかなり組みやすい、はいはいはい。で、実はもう一つポイントがあるの、こちらに分かりますか。もう一つ作戦分かります。なんだろう、3号の動きとか。3号の動きもいいんですけど、うん、これね、文明が逆側なんですよ。あー、確かに、確かに大事だね。そう、でこれ何かっていうと、あの2色デッキになったじゃないですか。なったあのさ、はい、アビスエレベーション1段2段だけは基本に単色でした。単色でアーマードとかアビスとか単色でした、うん、火だったり闇だったり、うん、でマッハ革命から2色に増えたんですよね、はいはい、で2色デッキを組むときに大事なのって、うん、2色目の強い単文明からなんですよ、うん、そう、
実際アビスとかも、あ、N マップだとかが結構強くて、うん、あれでちゃんと自然マナーをね確保できたりするじゃないですか、うん、はいはい、っていうところをめっちゃ役に立ってくれる。それこそ、うん、僕最近よくメカデルセラーとかね、うん、メカのデッキ組んでる、うん、そうそうそう、メカね、闇の単色がアーテルさんめちゃくちゃ強いんだけど、アーテルさんはアーテルさん単品で結構仕事しちゃうから、そう、なんならアーテルさん埋めなきゃいけない時もあるから、アーテルさん埋めないと闇マナ出ないみたいな、そうなんですよ、からめっちゃ嬉しいっすねこれ。そうなんです、この逆側の強いカードが増えるっていうのは非常に、うん、非常にでかいです、これ。いや、でかい。なんで今まで以上にこの2色デッキは組みやすくなるっていうね、なるほど、ポイントでございます。うん、しかもこのウルトラセイバーとかめっちゃ強いんだよこれ。ジャイアントなんか特にさ、結構場持ち大事じゃん。そうそうそう、うん、かなりいいよね。はい、アシステッドサイクルね、よりより俺らが強力になりますので、ぜひね、12月16日発売、リオシンバクテラス、いつ色の日ですね、いつ色の日、いつ色の日、はい、ぜひよろしくお願いします。そしてですよ、明日から、はあ、明日12月1日から、はあ、デュエチューブで新カード紹介始まります。わあ、いいね、はい、新カード紹介ね始まりますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録してお楽しみにお待ちください。はい、ということで、明日から楽しみですね。はい、はい、ということで、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、これからよろしくお願いします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今日の動画はここまで、また次回の動画でお会いしましょう。デュエルマスターズ、バイバーイ。新宿は豪雨。